ありがとう整体の平野です。腕の、ね、疲労に悩んでいる方結構おられるんではないかなと思います。まあおられるというか、まあ、皆さん多分腕は相当疲れているんですけども、まあ、麻痺してこう分からないような状態の方もいっぱいおられます。この腕の緊張、これは守るための緊張と、そしてその形からまた使ったことによって、まあ、疲労緊張と、まあ、2つのね緊張疲労が入り込んでいる、それをですね守るための緊張を抜くのが得意なありがとう整体です。腕の疲労をですねほかっておくと巻き方になり呼吸が浅くなり、まあ、内臓が下垂したりねじれたり、本当にねいいことは一つもありません。ぜひねこの腕の疲労、まあ、特にこの指の疲労もね皆さん今すごくあって、まあ、こわばるだとかですね、こう力が入って、まあ、抜けないだとかねそういった形になっています。ぜひね、この守るため、体を守るために必要である腕の緊張を抜くありがとう整体をお勧めしたいなというふうに思っています。よろしくお願いいたします。